学園歌劇は山川進著、蝶吉をイラストのライトノベル第一回小学館ライトノベル大賞ガガガ賞受賞作品ガガガ文庫館主人公の会沢田久美と立花九月を中心として展開していくラブコメディ三人称視点で進行するが四巻はそれぞれの視点でストーリーを進める一人称視点の書き方をしている 放送芸術特区歌劇士。その私立歌劇学園に何となく入学した、海、沢匠が入学式直後の HR で出会ったのは、陸上のスポーツ推薦で入学してきた立花9月だった。その日のうちに9月の主演しているドラマに乱入し、うまく行きかけていたシーンをぶち壊してしまった匠。それを機に9月とはしょっちゅう口喧嘩をする中に、しかし帰り道のスーパーで、 偶然鉢合わせしながらだんだんお互いを意識していき、ついに、九月のキスとともに二人の付き合いが始まる。そんな時、九月が交通事故に遭い、足が動かなくなってしまう。粉骨再審して、看病に励む匠に、九月が告げた衝撃の事実とは。重0新進作画で、小学館の携帯コミック配信サイトもバマンにて2008年8月から12月にかけて、 配信、単行本全一貫 ISBN978 から4から09から45万1004から1、ISBN978 から4から09から45万1030から0、ISBN978 から4から09から45万1063から8、ISBN978 から4から09から45万1082から、 ISBN 978から4から09から451099から 7ISBN 978から4から09から451126から0ありがとうございます。